持続化給付金に関し再委託を受けている大手広告会社の電通をめぐり一部報道で政府の家賃支援給付金について電通以外に委託された場合協力しないよう外注先の大手イベント会社が下請けに圧力をかけたと報じられていました中小企業庁はこの発端が電通側の不適切な発言によるものと確認できたと明らかにしました 電通側があの、えー、外注先でもあります TOW の社員に、こうした趣旨をまず申し上げたとこれに先立ち、電通と大手イベント会社は、それぞれ当該社員を処分しています。